クロードがすごく狙われてしまう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、クロード、シスカ、ちょっと待てよ、ちょっと待った、それはダメ。それはゲームオーバーです。でアッシュが邪魔。ちょっと待って、これじゃあ待てよ、クロード魔法高いよね、高くはない、高くはない、高くはないがね、攻撃14、攻撃14、攻撃10、耐えれんくはないよな。いや下に下げるか、下に下げよう。でこっから局者打とうぜ、でいいかな。そっから局者打つぐらいやったらイグナーツで、イグナーツ魔法高っ、イグナーツでええやん。いいじゃん、いいじゃん、イグナーツでいいじゃん。じゃあローレンツも魔法高いぞ、やったらローレンツ回復して前出すかな。ちょっと待てよ、よし回復、さあお前行ってこい。言い方よ。錆びた弓を獲得でねえ、借り物のアッシュを殺すわけにはいかんもん な。そうお前の出番やぞここ。ちょっと待てよ、並ぶか、並びながらチクチクするか。じゃあローレンツから弓もらったらダメよな。こっから局者狙うか。さあまあ 100% 命中、特に造作もなくやっていく。やるときはやるんです。でアッシュはでも魔法しか狙われへんねんな。やったらうん、クロード下げようかな。結局、結局ちょっと待てよ、今やばいのはどっちかっていうとこいつなんですよね多分。ラッシュを狙ってくる、その配置アッシュ狙ってくるんか。じゃあクロードで壁作るしかないよな。でもそうなったら、そうなるとね、魔法4ですよね。攻撃が14なんで10食らう、でこっちは6食らう、16ですよね。で剣士の攻撃がそっちは通んないぞ、そっちは、5ダメージなんで21耐えますね。じゃあここにクロード置くか。そうすると魔法だけアッシュを狙って、うん違う、そこのスペースが空くのか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。だったら、だったらちょっと待てよ、ローレンツは食らったとしてこいつが14なんですよね。だからねえ6と2と6と2ですか、6と2ですか、大丈夫っすよ、6と2で8っすもんね。で、こいつが2回攻撃なのでねえ16 24、大丈夫ね。大丈夫かっこ苦しいみたいなところがあるが、ちょっと待てよ、そもそもどこに行けるか。ここに来た場合魔法が、あれ分散する、分散するくね、これいいんじゃないそれ。じゃあローレンツをここに置く、待機する、でクロードをここに来るとなんか剣士の攻撃がアッシュ通るけど上通ってくんのかこいつ、くっそ。とはいえそこ塞ぎようがないので、まあこうするしかないよな。で局舎をぶち込んでおくか、せっかくなんで。さあ食らってくれ、まあ 100% 命中なんでね、なんか変な技出ないかなと思ったけど特になんもなく、で相手ターン、まあこの予測通りに動いてくるはずなので、そこ突っ込んできてアッシュが狙われる、痛いけどアッシュ早いぞ、いいぞ。壁できるぞ彼。借り物をどんどんと壁にしようとするその精神がちょっとひどいが、ローレンツノーダメージやった、いいねいいね。魔法に対してなんでローレンツノーダメージ、草村やからってこと、わからん、ちょっとなんかようわからんけどノーダメージやった。で、クロードがちょっと削られたけども、こいつがもう倒せるっていう状態ですよね。やったら、魔法色厄介やけどな、
どうしようかな、先倒しとくか。むしろ弓の方が怖いんですよね、どっちかっていうと。やったら、今はレオニーの耐久よりも火力の方が欲しいよな。って感じの命中やな。ちょっと待てよ、旋風槽も変わんないですよねこれじゃあ。あ、旋風槽の方が強いぞむしろ。で、ね、71で、ね、ラファエルが64の2発ですよね。あ、ラファエルの方がちょっとダメージは出るけど、あ、そっか、挟めばいいんか、挟めるんかこいつ。やったら、うん、これはまあ狙いすぎ、狙いすぎ。ちょっと待てよ、今戦況的に言うと敵の数をどんどん減らしていかないとピンチなんですよね、むしろ。やったらこっからまずこいつをやってしまうか。しかこいつしか通せへんよな、こっから狙うとかはできへんもんな、特にいい感じの敵がいないので、ね、こっから訓練用の弓通すかね。よし、まあこの命中ならば安心できるでしょう。で、反撃はゼロダメージなんで特に関係なし。よし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 、しっかりと、まあ、弓の経験値をね貯めてくれて、でイグナーツが、あ、ちょっと待てよ、あ、届かない一瞬あいつ届くんじゃねって思ったけど全然そんなことはなかった。ならば、切りつけるかこいつ。ちょっと待てよ、とはいえ追撃も出えへんし、こいつの範囲はまだ来ないんですよね。やったら、まあ上の連中をどうにかしていきたいが、まあフィルダは弓使うしか今できることがないんで、うん、ツンツンするしかないよな。ツンツンしましょうか。さあ、まあまあまあ、この命中はちょっと期待してなかったんでしょうがないよなっていう感じがしますけど、じゃあちょっと待てよ、リザイアの方が結局いいんですよね、結局いいけどっていう感じなんですよね。リザイアを撃ったとして、2人しか狙ってこない。ん、リザイアを撃ったとして、じゃあ3本入ってる、上のなんか線がどうなってるんですかみたいな。多分これはマリアンヌに通ってそうな感じがするんで、3人に狙われるとさすがにしんどいよな。ただこいつは剣士で、こいつは魔法使い、ファイヤーか。あ、じゃあこいつの攻撃はあれか、別にあれなんですね、そのマリアンヌに狙ったってどうせ魔法は通らへんから、クロードを狙ってんのかなおそらく、っていう感じならばどうしようかなちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。まあでも、うん、ヒルダでパワーアップしてるんで、ラファエルでぶん殴るかこれはね。ちょっと待てよ、戦技の方が入る、戦技だと全然入んない、スマッシュは、うん、ヒルダと隣接して拳が一番期待値は高いと。じゃあそれでいきましょう。よしよしよし、いいダメージ。で、反撃は全く痛くないぞ、全く全く全く痛くないぞさすがの耐久をしている。で、アッシュのところに来てツンツンできるのはいいけど、いいけどって感じですよね。ちょっと待てよ、計略って何やったっけ。あ、こいつ回復の計略持ってるんや、忘れてたまあここはじゃあ、いや剣じゃなくて弓でいっかね。イグナーツはここから弓を
うん、ツンツクしましょうか。さあ、よし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 、まあ混迷中は期待できるでしょうと。でですよでっていう感じなんですよね。弓がヒルダを狙っている。そうで、こいつをまずなんとかしないといけないが、ちょいちょい出てくる計略が主張をしているが、魔法も弓も、ローレンツにとっては特に怖くないんですよね。やったら、局者狙っていくか。局者狙ってどうするって感じですよね局者狙ってどうするって感じですよね。こいつの行動範囲を制限しながら局者、微妙ね、微妙やな。とりあえずこいつやっちゃうか、レオニーでいいか。うん、レオニーでいいね。ただ命中が不安やけど、守備が悪くないんで、外す外す。まあ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 、じゃあねえ、騎士団のレベルが上がって命中が上がったぞ。よし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 まあこのタイミングでだからっていう感じはあるんですけど、じゃあこうすることで敵の攻撃を集めるか、アッシュに傷薬使いながら攻撃集めるか、いっそのこと。悪くない、悪くないぞ。アッシュで速さは悪くないしな。ちょっと待てよ、アッシュ守備6ですよね。うん、悪くない。で、魔防高いっすもんね。アッシュ前に出そうぜ扱い、ちょっと待てよ。ああ、アッシュ届かないですよね。じゃあね、傷薬使いましょうか。傷薬使ってで、こいつをリシティアでとどめさす。せっかくやから使っていくか。リザイア、リザイア一番命中高いの何？ドーラ、ドーラか。ちょっと待てよ、高速どうなりますか、ね、今リザイア装備で4ですよね。追撃は受けないならば、これ弓の攻撃呼ぶっていうのありですね。じゃあと弓ではとどめさせない。ちょっと待てよ何かをひらめいたか。局者という手もあるんですよね。局者、局者狙うか。なんか出たぞ、倒しちゃったぞ局者で削ってみたいなのを言おうとしたら倒しちゃったんで、じゃあどうする。ちょっと待てよ、来るのはリシティアが弓が狙われるで、アッシュが剣士に狙われるで、魔導士はレオニーを狙ってくると。飛び出してもですか。飛び出してもクロードは狙われないとほほうほほう。ここを開けるとヒルダが狙われるんか。あー、どっちも微妙やけど、ちょっと待てよ。例えば、12ダメージ通したとして、あー無理やな、クロードでこの火力ならば足りないっすもんね、どう考えても。ならばこっから局者狙っていくか。うん、ってすると
クロードが、そこの魔導士に狙われるようになる。でアッシュとヒルダに今線が通ってるけど、そこの上にローレンツを配置すればその線は防げるんですよね。じゃあまずこれ局者狙っていくか。さあどうだい、外す外す、まあまあまあ平等か、運は。まあね、細い線通してきてたんで、まあここは外してもしょうがないと。でこうするとちょっと待ってくれ、一気にクロードが狙われるようになる。ちょっと待ってよ、回復するかクロード回復できるやん、やったぜ。いいんじゃないこれ、悪い線じゃないよな。クロードとレオに回復できるんか、これやろうぜ。まさかのローレンツの回復いやーいい仕事した。この魔力からこの回復、非常に悪くない仕事をして、レオニーが回復しているとしれっと。でまあみんなクロード狙ってきますよね。やったらまあリブロー、リブロー誰か、誰か適当な面々に、ヒルダかな、ヒルダに使おう。よし、ごめんね。で相手ターンと。さあボスが動く。でクロードが狙われるが、まあさすがに耐えるでしょうと。よし大丈夫ね。あー近距離は反撃できる、問題なし。ただちょっと痛い。で剣士に狙われる。あローレンツ狙われた、そういうことするまあ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 、とはいえ問題なく耐えるんで。となるとちょっと待てよ、どうしていくこいつら、こいつらどうするかやんな。そこから局者撃てないのか。そうか、主人公は局者がまだ習得されていないので、ここアッシュ置いて、いやーでもここ踏んだところでなんですよね、アッシュで微妙やな。ちょっと待てよ、イグナーツで局者していくか。うん悪くはない。うんイグナーツでこいつを削ったとして、残りが6。あ魔導士狙える悪くないぞ、悪くないけど良くもない、微妙やなこれ。なんなら相手の方が命中高いっていう感じなんですけど、ちょっと待てよ。まあそいつを殴るっていうタクは置いとくとして、削りどうするかですよね。ここまで来れるんか、あ来れるね、来れるならば。クロード少年まだ、クロード回復してあげたいが、ちょっと待てよ、こいつどうするかな。アッシュで削る、いい仕事アッシュ、いい仕事アッシュ。残り6まで削れたら、まあまあまあ何やってもイグナーツで倒せるんですよね。怖いのは剣士なんですよね。ならばうん局者かな、アッシュで。アッシュが高速7なんですよね。追撃は取られない、うん追撃は取られない。だったらガンガンに前出して撃っていくか、ここに置いちゃう、いっそのことこの辺に置いとくとか。うんでね、局者狙っていくかね。でまず削ってもらう。さあアッシュが完全に仕事人をしているが、でもう弓兵と剣士はイグナーツとかでおしまいなんで、これ局者である必要ってあんの？ないね、ないか。じゃあ、ね、通常攻撃で狙っていこうか。信じられません。でレベルアップ。さあみんないい成長してるけど、あ悪くないけど頑張れるかも。魔力魔力、さっきのローレンツと同じ手を使うか、なんかねそういう担当に
なりつつあるけども、でこの弓兵は速攻で倒せるならば主人公とかこの辺に置いとく。弓兵倒さなかわいそうなんですよね、アッシュが。無茶はさせないでくれたまえよアッシュがかわいそうなんやんな。ちょっと待ってよ、こいつの範囲がこうなってるからこの辺を例えば誰かで塞げば通れなくなるんですよね。だったらローレンツで、悪くはない、悪くはないけど残りが6、ちょっと待てよちょっと待てよ、クロードで斧を使うと、あ、倒すんか。じゃあここに配置して、斧で叩きましょうか。さあ、よし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 、必然さのは経験値いただいて、で、あー草むら抜けてくんのか、あいつ厄介やな。ちょっと待てよ、ここで戦技を使うと倒してしまう。鉄の槍だと残り4ですよね。倒しきれないんだよなちょっと足りないんだよな。じゃあここから局者を狙うとね、2ダメージ、あ、いいね、そうしよう。じゃあちょっと待てよ、それでいいのか。鉄の槍で狙うとして残りが15なんですよね。例えばここを塞げれば安全地帯になるんですよね、そこは。じゃあそうしようか、まずレオニーで満タンやし、ここで待機してもらいましょうか。でちょっと待てよ、こいつ2回攻撃クロードに入れてくるけど、あ、でも攻撃14、守備が9なんで、まあ、ちょっと耐える痛いけど耐える。ならばここでまずは鉄槍を打ち込みましょうか。ちょっと待てよ、なんかさっきみたいになんか紋章効果が出る可能性があるんで、こっから局者狙っ、まず打ちましょうか局者を。さあ、あ、出たダメージがアップかな、おそらく7ダメージ入る。そうすると体力が88、もう何やっても倒しちゃうんか。じゃあヒルダで倒しちゃうね。あー何やっても倒しちゃうんすか。じゃあつつこうか、まずはね。よし、いけ、よし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 。でまあ痛くない反撃で、何かを見つけた、錆びた弓、特に嬉しくはない。でローレンツでいっか。じゃあね、ローレンツで訓練用の槍で確実に倒せるならばここ倒しておきましょう。我ながら見事だな。よし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 。で主人公には拾い物をしに行ってもらいましょうか火事場泥棒かな。あ、訓練用のもの、ありがたい。しかもフルなんで輸送隊に送りましょう。よし。でね、相変わらずクロードは狙われるんですけど、みんなでまあぼちぼちと超えていくしかないよね。特に何するでもなくヒルダは添えておく。すると、まあ、クロード狙ってきます。痛い、反撃通す。まあ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 、ただ追撃されてしまう、痛いなんですよね。じゃあ慎重に頼むぜ。こっから局者撃つと1まで削れる。そうすると、あ、届かへんか。じゃあクロード回復してもいいけどな回復してもいいけどな、かっこするとは言っていないみたいなところなんですけど、
まずそこの拾い物を主人公にやっていただきたいんで、うん、ここで待機しましょうか。で、何か見つける、錆びた弓輸送隊に送る。じゃあいっそのことを囲むか、こいつ囲んで持ち物外す、待機する、剣を持ち構えて待機する、クロードは拾い物する、ここで待機する、経験値多いしで、レベルアップ拾い物してもらってレベルアップ、まだまだ強くなるぞ。で、なんかみんな魔力が上がっているんですけど、まあ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 気にせずに、でここでアッシュを待機させる。でレオニーでするとアッシュが狙われると、まあそれはしょうがないねかわいそうかわいそうやけど、これで囲んだ。じゃあアッシュが狙われるんですよね。うん、まあ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 、じゃあ回復ターンかな回復してまいりましょうか。さあローレンス回復で、技能レベル士気が上がった。で、マリアンヌ前に出しながらリブローしましょうか。ライブでもいいんか。うん、ライブでラファエル回復しましょうか。さあ経験値、まあまあまあ美味しいほどではないけども美味しい。でここ待機、あ、ミスったミスったミスった。あと誰が残ってる、あ、ローレンツか。ローレンツはいいやとりあえず添えておきましょうか。ダッシュ狙われる、痛いけど大丈夫。じゃあアッシュお疲れさんするか。アッシュお疲れさんして、ローレンツ必殺がないから別に怖くないんですよね。じゃあここ待機する、レオに開ける。ちょっと待てよ、ラファエルの場所にしましょうか。ラファエル移動する、待機する。でマリアンヌここに置いた場合は、うん、大丈夫ね大丈夫ね。で必殺の可能性は残っているが、ちょっと待てよ、ラファエルと交換しよう。物交換でラファエルの鉄の盾をいただこうか。そうすると攻撃で訓練用の槍で、あ、これで必殺でも怖くなったんですよね、怖くなくなったんですよね。ならばうん、こちらから狙っていくか。あれ、マリアンヌじゃなくてローレンツ狙われんのそれなんかよくわからんが、よくわからんが、まあだったらマリアンヌについていきましょうか。でちょっと痛いがまあ大丈夫、大丈夫だ。で回復、ライブ、マリアンヌ回復する、よし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 。で騎士団レベルアップ、あとはまあちまちまするだけなんでカットかな。これは外すと、外してもレオに狙われへんのか、なんなんやろ。ちょっと待って、そんなにレオに狙いづらい、ローレンツなんでこんなに狙われんや、わからんわからんけど、ローレンツの武器没収しとこうか。ほんならまあいいか、いや、うん、輸送隊で、剣預ける、剣預ける、盾預ける。で物交換、ローレンツ、没収、うん、で待機する。
まあこんなもんかな。さあすると、うん、なぜかローレンツを狙ってくるちょっとかわいそうただただ殴られるローレンツくんかわいそう。まあまあまあとはいえね、何もできないんでマリアンヌで続くか。さあよし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 、まあ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 、でまだローレンツが狙われるみたいなんで、なんか変えるか。ちょっと待てよ、計略使っとこうぜ、せっかくやから。みんな回復よ。いやーこれ地味にいいなローレンツが、あーでクロードの方が何気に回復しているか。主人公で持ち物外しとくか。ほんならちょっと待てよ、うん、なんか守備高い面々で囲んどけばいいんですよね、要は。うん、ならばここで持ち物を外して輸送隊預けるローレンツの武器を勝手に預ける。で違う、輸送隊で盾受け取る。で弓持ったまんま待機でいいかな。よし、で特に心配はない特に心配事はないが、あ、これでマリアンヌ狙われるようになったぞ。やっとか、やっとか、なんでかはわからんなんでかはわからんが、マリアンヌが狙われるようになったので、18食らっても耐えるんですよね。ならばちょっと待てよ、リシティアのライブって何回残ってる？7回残ってるか。じゃあどんどん使ってこうぜ、もうライブで回復。さあ、あとはもうただひたすら回復してターン終了だけというところではあるので、まあカットですね。伸び悩んでる場合じゃないのに。少し強くなったような。さあひとまず回復を振りまくってきたんで、このままとどめさせちゃいましょうか。さあ OK、 しっかりと当てていくと。で何気にレベル9一番乗りなんですけど、あーいい伸びしますね相変わらずなんか今回はすごくマリアンヌが強くなったような気がするけども、今で、槍の経験値が半分ぐらいなんで、まあまあまあ結構C とかでしたっけ、なんかね、公式サイト見た感じ、C まで伸ばさないとペガサスが使えないっていうところみたいなんで、そこまで伸ばすには結局なんか講義を進めないといまいちね難しいやろなっていうところがするんですけど、まあ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 できる限りのことはねフィールドでやってきたと、そういう感じじゃないでしょうか。ただね、一個あったのが、そのペガサスに変えると回復ができなくなってしまうっていうところなんで、ちょっと回復要因を考えないといけないなっていうところが一個難点かなと。まあその点はちょっとローレンツを回復にするなりなんなり、ちょっと使いようはなんか見えてきた感じがあるんで、まあまあまあその辺はちょっとねうまくやっていければなと思います。ということで、その出撃していきましょうか。で武器屋とかは特に品揃え変わってないかなっぽいので、道具屋、ああ特にこの辺買ったものは補充されてるわけではないみたいなので、まあまあまあねえ、あとあとね買うにして、まず出撃しましょうか。するとねえ、マグドレド奇襲戦、ガスパール城シュロナート、ホーキス鎮圧に向かうセイロス騎士団の、後詰めとなった一行だったが、戦場へ続くマグドレド街道は深い霧に包まれ、生徒らの不安をかきたてる。あー奇襲されんのかこれ、やばいような気がするけど出撃しましょうか。さあでここでセーブと、まあ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 
特に。まあちょっとそうですね、クロードに関しては飛行に変えて、飛行に変えたら弓使われへんとかないよな。泣く子も黙る雷帝のカトリーヌさんとご一緒できるなんて、雷帝のカトリーヌさん強そう。雷帝知らないのか。お、これが雷帝、剣か、英雄の遺産の一つだ。ほう、遥か昔女神より力を授かりし十人の英雄、十傑ってやつ、その子孫に伝わる聖なる武具さ。その子孫に伝わる聖なる武具っていうことはカトリーヌもその一人ってことか。でも今回は雷帝を振るう機会はない。はあ、私らの任務は事後処理だからね。まあ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 、あの単純に単純に証拠を押されたりとか、そういう感じですよね。しかし、なんでまたロナート卿は無謀な反乱を起こしたんですかね。うん、あんたらダスカーの悲劇は知ってるな。ダスカーの悲劇、よく知らない。本当か、一体どこを旅してたら耳に入れずに生きてこられるんだ。確か4年前ファーガス神聖王国の国王がダスカー人に殺された事件ですよね。あ、そういうこと。だからあれか、ドゥードゥがなんかダスカー人に近づかない方がいいみたいな、そういうことを言ってたのか。まあ簡単に言えばそうだが、うん、王国内にも加担者がいたんだ。加担者、その一人がロナート卿のせがれクリストフで、彼は教団に突き出されて処刑されてる。ああ、教団が罪人の職を、なぜ国王が狙われた、なぜ国王ね狙われたんやろ。そもそもランベール国王は大規模な政治改革を行おうとしてたから、政敵も多かったのさ。なんか余計なことやっとるわと目つけられたわけですか。事件の真相がどうあれ、はい、それ以来ロナート卿は教団に恨みを抱いてんだろ。あー、まあ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 、結局まあ仮にそのなんか内通が本当やったとしても、まあね、あの恨まざるを得ないと。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と、うん、教団にクリストフを突き出した。報告、敵が接近中です、避けられません。え、ちょっと待って。奇襲を受けたと。予想以上に多く、はい、霧のせいで騎士団の方位をすり抜けてきます。わい、おっと、任務変更だ。総員戦闘準備にかかれ。やばいんじゃないこれ、大丈夫。ちょっと待てよ。でランキングが出てくると。 ありがとうございます。いやー、これ敵の強さが強さやったら誰か持っていかれそうな気がするけど。ありがとう。どうなってるか、まず数も多いんかな。作敵マップでしょ、霧ってことは。ほう、お、振り回してるカトリーヌ。ちょっと待って、マップ見ますか。何も見えないだと。いやー、こっちからいやーみたいな顔して誰か出てきそうな感じがしますね、視界以外。あー、なんか地形っぽいのはうっすらと見えてるけど、ここは視界以外やと。で、ここに回復床があると。うーん、ボスがここに配置されてんのかな。となるとそのボスをね、このカトリーヌ隊に取られないように気をつけなはれやと。カトリーヌレベル低ない。あれ、ソードマスターか、上級職のなのかな。はあ、っていうことなのかな。おそらく雷帝持ってるよ、強い。これが本体なんちゃうかっていう感じがするぐらい強いけど、カロンの紋章なら戦技雷帝、あ、雷神、自分から攻撃時2回攻撃。カロンの紋章ならカトリーヌがなんかそれついてるってこと。ちょっと待ってよ、見れない。あ、ある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 。ちょっと待った、カロンの紋章、十傑カロンから、伝わる紋章と。うーん、戦技使用時よく威力が上昇。ほう。強そうやな、単純に。っていうか強いぞ、ちょっと待って、強すぎへん。はあ、だからあれか、基本的には
結構厄介な敵がどん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 攻めてくるんで、まあカトリーヌがバッサバッサ切り倒していくけど、なんて言うんですか、なんかたまに運がいいやつが生き延びてこうやって突っ込んでくるから、そいつらにやられないように気をつけてと、なんかそういう感じのマップな気はしますね。でアッシュをどんどんと前に出して、そのロナート卿と対峙させたいところではあるけど、果たしてそれができるかわかんないけど、なんかこの辺で敵が倒されたっていうことは、ここら辺から配置されててこう寄ってきてっていう感じっぽいかな。うん、なんかそんな予感はするけど、でここでなんかちらほら死んでるっていうのは、結構強いやつに対してあボス築したろみたいな感じで油断していったらやられたみたいな、なんかそんな感じなんだろうねっていうのが読み取れるんで、まあ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 ちょっとまあできることは限られてますけど準備していきましょうかね。でお月のものはあんまり強くないとなんでまあカトリーヌ無双して、でこの辺が壁になってくれるけど、まあたまに抜けてくるから気をつけろよと、そういうことなんだろうねおそらく。うん